バンコと車中泊第2弾、今回は友達も参戦してくれました。イエーイということで今日はここどこだっけ、高須のスノーパークの駐車場に来ています。で今日は今からけいちゃん鍋、え鍋じゃなかった、けいちゃんつってる、けいちゃん、けいちゃんを作ります。ここの名物のけいちゃんを作ります。いい匂いがするね。ノギちょっとだけだよ。味がついてるので、ちょっとだけ。うん、けいちゃん、けいちゃんという鶏肉、味噌煮込みの鶏肉だっけ、はい、味付けしてある冷凍のけいちゃんを買ってきました。 2,3 人前だって。ネギも入れてちょうどだ。いいね、すごい。今日買ったお酒は、地酒は本醸造書いてあったんだよね、うん、確か。まずはお冷やで、あとこれは友達の差し入れの赤酒、熊本のお土産を持ってきてくれました。そしてこの間の紙みかいが残っていますので、これも全部今日はいただきたいと思います。あ、すごいいい香り。もうお腹ペコペコ。でまず日本酒の方は冷酒もいただいてみようと思います。はい、じゃあちょっと乾杯しますか。はい、じゃあ乾杯。うん、あ、おいしい。あ、こっちです。じゃあこれちょっと切っていきます。ちぎってもいいかな、ちぎってもいいかな、早いか。よいしょ。あ、こんなもんだね。待ちきれないんだね。よし、じゃあ使うは、ちょっと背が高いんだけど大丈夫かな。で、よいしょ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 。そうだね、こっちにしようか。全部いただいちゃいます、うん、空腹だから。ぬるい生戻す戻す、リリース。私だけあげるから、今ホルモンだね。あ、これホルモンだね。
麦にはこれだけ入れたいと思います。どうぞ麦、どうぞ、いいよいいよいいよ、食べて、うん、いいっていいよ、いいよ、いいよって遠慮してんの、先に食べるの悪いかなと思ってる。いい子だね。一緒食べよっか、一緒か、一緒よほら完食でーす。美味しかった。さて次はワインをのあて、あてをちょっと買ってきてみました。鮭のなんか何かなった？動いた。爆発した。マジで？あ、火弱めた。チーズ。ゴーダチーズです。旨味って書いてあるけど、本当にコクが、これは入れない、
ね、うん、コクがあってワインに合います。うん、美味しい。サラミさんかな。ちょっとじゃあ、もつくとしてるので試しにいただきます。あ、赤っ。うん、うん、うん、柔らかい。うん、味濃い。めっちゃ塩辛い。ワインワイン、ちょっと、うん、うん、合う。で、ニトリで油の飛び散りを防止する。やばい、ちょっと止めるね、うん、爆破。ここら辺も危ないね、油は。車の中でするのは。ミニはドッグフードをいつもファインペッツのドッグフードをあげたいと思います。いいよ、よし。ちょっと高いね、息が。なんかずれてるかも。器が。でももう完食したよ。本当だ。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。よかったね。美味しかった人。ああ、美味しかった。